ヘイヘイ、じゃあ行きましょう。というものの、結局あれ山賊倒せねえとさ、いけねえわけじゃんか。しかもダーマ、いやちょっとここいらで強くならないと少し厳しくなってきてないっていう話を、もう、いやなんか急にかなりきつくなってないでしょうか。もう行くとこだって山賊ぐらいしかないっしょ。謎の神殿行くのになんで船乗ったっていう話なんだけど、一応石板は収めますけど、これ神の兵の末裔だろうお前多分。これで1枚でいけるとこないよな、ないんですよね。あー、まあ形は変え、まあまああと1枚必要だと。だからこれで山賊を、山賊のアジトだよね、山賊倒して多分合言葉を聞けるんでしょう。合言葉聞いて手に入れる、いや分かってるからね。であと人魚の月、海底都市、そんな情報あったっけ。いや山賊、いや星のかけら売ったのまずかったかな。星のかけら装備して倒すのかな、あれもしかして。いや売った直後だから、やべ、星のかけら必要っぽいな。どこで売ってたっけ、あれ。メザレとかにはなかったはず。メモリアリーフォロットあたりかな。でもテッシー装備できるのかっていう。マリベルは装備できたはず。マリベルは装備できて、ガーボ装備できるんかな。いやー、そこらへんよね。フォーリッシュどうだったかな。こっちは武器屋か、武器。ああ、まあ道具屋かな、星のかけらはあったとしても。なんか違う、どうだろう。まあ、まあまあまあ慌てるな。あれ、え、ここ2か、あれ、え、こ、ん、道具、ん、道具屋は、あれでもこれくれたとこだから、道具屋じゃないよね。お世話になりましたなと、道具屋ではないよね。一応あれ、お、2階か、そんなわけないと。そんなわけねえよと。これ、望遠鏡見れんのか？おう。眺めさせてはくれない。あれ？道具屋は？え？あれ？道具屋ではない。あいつ道具屋？そんなわけないよな。まあいいや。いやー、どうでしょうかね。メモリアリーフですか？あ、でもこれはもう花の町になっちゃって。あ、大丈夫でしたっけ？大丈夫か？あ、でも道具屋っぽいのはあるな。
毒ガの粉か、逆に混乱させると。ポルフィー、いや、どう、でもそもそも金ないしな。なんか売れば金になるんだろうか。こっちか。いや、やっぱこの曲が安心するね。村、普通の村の曲ですよ。ねえし。あ、でもあっちの装飾品、防具、微妙あるかどうか。混乱をとにかく避けないとですよね。ないと、もうそんなレベルじゃねえぞと思う。いや、山賊あれきついよね。それか過去だな。過去のどっかにあると。いや、いきなり進めなくなりましたね。どうしましょう。じゃあ、まあ謎シーン行って過去に戻って、いや、こんな時にキーファーがいてくれたらな、元気づけてくれんのによ。あいつ転職システム知らないまま行っちまったから。あ、間違えた。まあいいや。黄色ウッドバルナか。あー、行けてないところは場所すら教えてくれないんだね。ウッドバルナ、援護、グリーンフレーク。はいはいはい。オールフィー、ユバー、休息地。フォロット城あたりだったと思ったんだけどな。まあでも、ダーマ神殿、あたりで、レベル上げするしかないんすかね。どうなんでしょうか。で、しかもこのさ、ずっと、まあ一回言ったと思うんだけど、この地図になってる赤いやつ、赤くなってるじゃん、上下が。あれってそのまんまでしたっけ。赤のまんまでいいのかっていう。これ右下のさ、これ赤い状態、そこが気になってるんですよね。ちょっとね。ああ、用事ないと。なるほどね。用事ないと教えてくれると。だ、混乱しちゃうとベホマ覚えててもしょうもねえよっていう、ね。そういうことなんですよね。今、E を使ったな、マリベル。メラじゃ倒せなかったんかな。今、メラで倒せてて、E を使ったっていう判断、もし作戦でやってたんだったら、ちょっと問題ですよ。やっぱ一番いいのが、途中で切り替えてくれるのが、この作戦の一番いいとこなんですよね。おう、バギー。回復に切り替えてくれる。最初はイオで入力してたんだけども、思わぬところで痛恨の一撃を食らっちゃって、マリベルの HP が減ったとしましょう。
で、その時に回復のコマンドに変えてくれるのがこのガンガン行こうぜ、まあガンガン行こうぜだと変わんないのかな、変えてくれる、回復の方向に途中で変えてくれるっていうのが一番いいとこですよね。命令させろじゃない一番いいところ。命令させろで命令してやっちゃうと本当にそれになるから、まあそれが命令させろのいいとこ、一番いいとこなんですけどね。まあでもなんかあんま金が、お金があんまり3体以上出てほしいね。今が僧侶の、まあ、2つ目ですよね。2つ目までは結構早い段階で熟練度が上がったので今4、5回ぐらい戦ってますよね、2つ目から。だからもう1個は上がると思うんですが、どうかなと。HP が低いか、僧侶だから。おスカ、おほわほわほわ、よしよし。あ、これでこれよくね、みんなスカラ覚えた。でベギラマ使ってきたよなあいつな。ベギラマ使ってきたからやっぱり魔法シリーズ、魔法の盾と魔法の方位が必要ですわな。だから魔法の方位いくらでしたっけ、4000と魔法の盾が5000、高えんだよな。魔法はだいたいそんぐらいするからな、毎回高えよね。で結局魔法シリーズをさ買うぐらい、余裕で買えるぐらいになったらもうもっと強い普通の防具が売ってるんですよね。次のとこ行っちゃって、ただ魔法のいいところ、魔法シリーズの防具のいいところはやっぱり呪文軽減、これなんですよね。これがあるおかげで結構長持ちする。それこそ次のその魔法シリーズというか、まあだんだん防具も強くなってきてさ、次の段階の8000ゴールド、まあ1万超える防具とかがあっても意外に魔法でいけちゃうみたいなね。敵も逆に強くなってきて、通常攻撃だけじゃなくて魔法とか使ってくるからね。それでね、魔法を軽減できるっていう、結構なかなかいい感じになるという、ちょうどよくなるっていうのがいいところ、長持ちするっていう魔法シリーズのねところですわと。チェーンクロスも欲しいか、今チェーンクロスでしたっけ。よし、いよいよ OK。 MP なくなっちまったか。でもさ5000って大変だよな。今がさ50、60ゴールドじゃん。100回戦えってことでしょ。いや無理無理無理っていうね。そんな金、そうだよね、今計算さらって言っちゃったけど、そんな金稼ぎ大変ですかこれ。まあ、今ある防具売ればそこまではいかないけども、そういう計算よね。ほら50いかないし、そんなんですか。セブンってそんな大変なのこれ。
ちょ待って、あ、ここか、星のかけら売ってたの。星のかけらを売ったのはここってのは覚えてる。いや、売ってない。ウサギの尻尾、あ、ダメか。あ、ここ開けられんじゃん。鉄の台、まあ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 、金にはなる。いやなんか、ダーマの神殿を知ってるとさ、ここにもあるか。あー、これ、そしたら、宝箱を開けに行くか。な。その回があってもいいか。なんか今の段階だったら早い段階、早くはないか。早い段階で、でもそんななかったよな。盗賊の鍵必要なところ。そんななかった気がするけども、どうだったかな。いや、アイテム欲しいね。アイテム欲しいよ、これは。雑魚戦はそんなに苦じゃない。苦じゃないんですよね。どうしたもんだかと。まあ、1000ゴールドは、300ゴールドだったから、まあ1球目にされた時300、そのぐらいで、まあすぐに溜まるっちゃ溜まったけども、どうなんだろう。で、宿や1階に置いといてくれよ。まあでも確か、あれ2階か。確かにダーマの神殿最初に出てきた時も宿屋確か2階とかでしたよね。2階でしたっけ、地下でしたっけ、そんな感じでしたよね。ないよな、ないよな。なんかこの6ゴールド知っちゃうとね、ケチなんですよね。いけないのよ、他の宿屋。3は高いんだっけ、200とか忘れちゃったな。なんかちょっと前にもドラクエ7これでも言ったけども、こういうの欲しいんだよな。あったっけ、どこだったっけ。盗賊の鍵ね、魔法の鍵がだからまだ出てきてないから、いやー無理、いけないな、これは。この状態じゃ一個一個、じゃあちょっと行ってみる。もう一回、もう一回行くっていう。これメモリアリーフでさ、あ、でも道具屋はそこしかなくて、鍵の場所なんか覚えてねえな。覚えてねえわ、全然。だいたいここにもあったかどうかすらも覚えてない。いやこれは効率悪いな。これダメですね。ダメだね。一応行ってみよう。一応行くけど。どうなってんのこれ。こっちからか。結局こっちからか。開けてるわ、ちゃんと。ちゃんと開けてるわ。ここも結局。と。てててててててん。
さぞいい眺めなんでしょうね。いやー、そう、ギュイオンヌですよ。ギュ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 イーン。まあまあそうよね、やっぱ ないというか、これは良くないな、これは効率良くないね。 これで宝箱探そうとするのはちょっときついっすね、これは。なので却下で、これで探すのは却下ですね。え、どうすんの。じゃあレベル上げってことになっちゃうんすけど、もう？もうですか。そんな？移民の街ってどうなってるの？移民が来てるの？その感じないけどね。全然。まあまあ、だからこれは結局やっぱ通信とかの感じでしょ？うん。街を出ても。あ、まあまあ、そういうことか。まあまあまあ、いい。まあいい、まあいい。そうか。いやー、思いのほかあいつがマジ山賊が強えんだよな。毒ガの子な、ラギフォーとか持ってんのかな。ラギフォー持ってると、一旦ラリフォーであの盗賊野郎を寝かすっていうのもやってもいいか。それちょっと一旦やってみますか。じゃあ結局それがやばいからやばいんであって、あーでもそうか、魔法の方位装備してたよな。してって結構まあまあまあって感じか。ねえな、使えるのが。なんか全体結局イオマリベルのイオ頼みだな。それか何回か戦ってると教えてくれるとかあんのかな。合言葉。おっさん、そうね。ポーズ大進化。まあ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 。わかった。よし。ちょっと、もう一回行ってみよう。あの山賊優しいから、なんだかんだ言って。もう一回同じ倒れ方してくれてたから。まあまあ、もう小芝居はもういいでしょう。と。はい。え、ああ、うん、はいにするとさささっと。オッケー。弱くなってるとかはないのね。だ、まあまあまあ、だからスカラでラリコー、まあ効かねえと思うんだよな、結局。効かねえと思うけど、やるのよ。お、毒ガの粉やってこなかったっすね。レギラマがかなり強いと。おお、眠った。よし、これは
これはなかなかようござんすよ、これは。でガードも上がったから、まあ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 慌てるなと。マホトラ、それはどうでもいいのよ。よし、いやこれで、これでまあ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 少し楽になりまして、攻撃すると起きちゃうのかな。あーでも、あー倒れねえからなやつな。ちょっと一旦上げとこ。なんかマヌーサこいあーでも毒の息とかでしたっけ。マヌーサかけて、特にねえのか。じゃあまあ攻撃していくしかねえか。ああ目覚ましやがった。からマヌーサ、よし、オーケーオーケー。これでかなり、硬くなったと。でまあ言おうかな。もう言う、まあもう行くしかないか。もう行こう。で特技で遠吠え総攻撃、これもそんなに、いや石つぶて固定ダメージかい。いや強よ、力貯めているとはいえ。どういうこと。なかなかのダメージ与えたような感じだったけど、そうまあ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 、でもちょっと、うん、なるほどね、なるほどね。いや回復のいっちゃうな。攻撃は弱いのよ、力貯めてる。それがなかなか強い。まあただここで一旦お互い牽制し合ってると。はいはいはい。まあでも混乱が今ないからな、混乱来てないからラッキー。でも単純に攻撃の方がいいんだよ。うわ来た来た、これマリベルが混乱か。混乱起きねえかな、起きねえかな。目が見えるようになったところで、そうか目くらんじゃったんか。おい一旦無駄してるし、これくー。まあ防御でちょっとだましだましになっちゃうんだよな。これ毒ガの粉はあれか、単体なんだね。はいはいはい。苦しい、非常に苦しいっすね。攻撃が入らねえから、毒になってる人。通常の攻撃だったら何の問題もないっすと。混乱冷めろ、混乱冷めてくれよ。攻撃か、これがそこそこ強い。くー、まあおお入った入った入った、大丈夫、よしよしよし。きついきつい、ガボがきつい。
て呪文回復ホイムでマリベルでちょガボ防御。よし、いいよいいよいいよ。うわー、ナイスナイス、ギリギリ。そうか、あいつマヌーサまだ入ってたんか。これはなかなかのラッキーラッキーでしたね。マヌーサ結構入ってたね。いや、これマヌっとくか、あいつ。これマヌっといた方がいいよな。ガチからマッスルダンス。いやー、マジか。これ巣から切れてる可能性あるな。あー、そうだよな、やっぱそうだよな。きついね、きついね。いや、でもここもう行くしかない的な。結構ダメージ与えてるからね、当時より。通常攻撃が、いや、山賊倒れろ倒れろ倒れろ、誰か、よし、あいつ倒れてもあんま意味ねえんだよな、あいつ倒れてもあんま意味ねえんだよ。いや、でもこれは、いや、マリベルでかい、まあまあそうだな、一旦これでちょっと頼む。よし、テッシーに来た。これはちょっと大きい、これはちょっと大きいよ。もうこれはもう行くしかなくて、奇跡の薬で、くー、あ、よし、これはいいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、これはいいんじゃない、これ、来てる来てる。あとはテッシーの逃げ切り30万、力貯めすぎだろお前。いけるいけるぞこれ。よしよし、ボケが、てめえよくやってくれたな。おい、僧侶部隊で勝つのよ、僧侶部隊で。これよ、いや、こいつがまさかまさか、こいつが一番最後に残るというね、まあ一番右だからっていうのもあるけど。よっしゃこの野郎、そりゃレベル上がってもらわんと困るわ。ガボがマリベルガンミ、よし、いいじゃない。いや、でも運が良かったってのもありますね。これはもう恐るべし僧侶部隊ですよ。30ゴールドだと。手ぶらで帰っては貸し屋に顔向けできねえが、今回ばかりはちと相手が悪すぎたか。野郎ども、アジトへ退散だ。もたもたすんじゃねえぞ。で、あ、兄貴置いて、金で暮らせ。合言葉、あいつらが帰ったところを合言葉聞けるってことっすよね。オッケー。ちょっと一旦帰りますよ。一旦帰りましょう、これで。一旦帰って回復してから次回ね、アジトのとこ行きたいと思います。テッシーでした。失礼します。